まず最初に、やったプログラムはですね、このようなプログラムでした。メイン関数、これは今までと同じですね。メイン関数の定義があって、最初に、int a, b, c と書いてありますけれども、これは先ほどやりました整数を格納する変数。int a, b, c と書いてありますが、これは int というのは実はインテージャーのことで、これは英語で整数という意味です。で、整数型というのですね。ですから、この例えば a というのは整数型変数 a というふうになるわけです。int a と書くことによって整数型変数 a ということになります。で、同じようにカンマをつけて書きますと続けて整数型変数 b、整数型変数 c というふうに宣言することができます。これがまあ最初のこの一文でそういうことが書いてあるということですね。で、整数を格納する箱ですので。整数、例えばですけども5とか2とか、計算した結果をまた格納することもできます。 C イコール A プラス B、 A と B を足した値を C に格納するということですね。で、この、A とか B とか C の値を表示させるためにプリントF関数を使っています。プリントF A プラス B イコールパーセント D、 パーセント D というのは先ほどやったように D 変化ですね。受信数表示をします。何をというのは C という変数の値を変換しますよ。あ、すいません、ちょっと忘れていましたけども、これプログラム入力したのは毎回印刷しておいてください。最後に提出してもらいますので、印刷して、実行できたプログラムですけども、印刷しておいてください。で、説明を続けますけれども、プリント F の A プラス B の値は何ですかということを表示している。で、次に C イコール A マイナス B をして、で、今度は A マイナス B の値は何ですかということを表示している。それがプリント F A マイナス B パーセント D M アップ N ということですね。で、 C の値を表示する。で、次に掛け算、まあこれも、アスタリスクを使いますけども、C イコール A かける B で、C の値を表示する。で、今度は、割り算ですね。割り算は実は、あ、これ抜けてました、ね。もう一つは割り算、小と余りがありますので、整数の場合にはまず小を求めるというのを先に、まあ、教科書ではやっていきます。整数の場合は小というのは要するに切り捨てですね。切り捨て、小数というか切り捨てした値を小と言いまして、それは通常の割り算と同じように、スラッシュを使います。そうするとスラッシュをして A 割る B の値は何ですかというのを表示する。それから、余りは今度はパーセント記号を使います。
C イコール A パーセント B で、パーセントを使った余りを表示してくださいということで A パーセントパーセント B とかやっていますけど、実は、パーセントというのをただ使ってしまうとこの D 変換とか何とか変換に間違われますので、パーセントを表示するためにはプリント F 関数の中ではパーセントパーセントというのを使います。パーセントを2つ書いて初めて1つのパーセントが表示されるというですね。まあ、これは実行してみれば分かりますけども、なのでこれはプリント F 関数の中ではパーセントパーセントというふうに書いてあります。で、パーセント D を使って同じように C の値を表示するというんですね。でこれを実行しますと、デバッグなしで返しをやりますと、うまくいけばこのように実行されます。 A たす B、 これは5たす2なので7、 A マイナス B、 これは5引く2なので3、 A プラス B、 A かける B、 これは5かける2なので10、 A 割る B、 これは5を2で割った小ですので2、余りは1というふうにちゃんと計算されているんですね。こういうふうにまず、C 言語の場合にはまず整数型というのを使って整数だけの世界で計算をするというのがまずあるということです。でこれができたという人は次に、まあ、説明だけしちゃいますけども、もう一つの方の float または double の小数点数の計算、こんな感じですね。メイン関数を使って同じように今度は double で宣言するんです。 double の d1、d2、d3 で d1 には 12.345、D2 には 6.78、まあ、適当な値ですけれども、で足し算と引き算と掛け算と割り算で、小数点数の場合には特にその小とか余りとかっていうのはないので、割り算はただに、スラッシュだけになります。ですので、プリント F、A たす D1 たす D2、パーセント F、 今度はパーセント F という F 変換というのを使っています。先ほどは D 変換でしたけども、今度はパーセント F、 F 変換を使って、これは小数点数を表示する場合には、パーセント F、 F 変換を使います。小数点数ですね。で、なので、まあ、ここはちょっと変えなきゃいけないんですけども、パーセント F で小数点数で D3 の値を表示する。それから同じように引き算、これも小数点数には変わりないので、パーセント F を使って D3 の値を表示する。それから掛け算、これも同じようにパーセント F を使って表示する。